はい、ナウズです。今回紹介するのはレゴシティのピザショップトラック60150です。中には部品の袋が2つ、シールが1枚、そして説明書が2冊入ってました。それでは組み立てます。まずミニフィギュアとバイク、そしてお店のパラソルを作っていきます。はい、完成です。まずはピザショップトラックの店員です。髪型はオールバックでヒゲを生やしてますね。ホックコートを着てるのでこの人がピザを作るんだと思います。次に女性のお客さんです。髪が結構長いですね。でフード付きの服を着てます。続いてバイクです。このバイク結構可愛らしいですよね。後ろには持ち帰り用のピザが付いてて、でヘルメットもあります。なのでさっきのこの女性をここに立たせてハンドルを持たせます。でこのヘルメットをかぶらせるとこんな感じになります。今は支えがあるので自立してますけど、この支えを戻すとこんな風に自立することはできません。その代わりとてもスムーズに走ることができます。そしてパラソル付きのテーブルです。店先にあるテーブルですね。でテーブルの上には食べかけのピザが置いてあります。こんな感じで手に持たせることができます。それではメインのピザショップトラックを作っていきます。はい、完成です。この車両は以前に紹介したこのキャンピングカーに似てますね。ただキャンピングカーよりもだいぶ短い車両になってます。ピザショップトラックということで移動販売のピザのお店なので、後ろの荷台の部分が開いてこんな風にお店になってます。ここに調味料みたいなものがあるので、こっち半分がキッチンになってて、ここでピザを作るみたいです。で作ったピザは反対側にオーブンがあるので、このオーブンで焼きます。こんな風に扉が開くので、さっきのピザをここに入れてあげます。で閉めたいところですけど、残念ながら閉まりません。もしかしたら斜めにしたら入るかな。斜めにしたら入りますね。この辺にタイマーもついてて
かなりオーブンっぽい雰囲気が出てますよね。そしてキッチンの横にはレジカウンターもあります。レジの前にあるのはジュースと、おそらくサイドメニューのフライドポテトだと思います。ということで、できたピザをこんな風に箱に入れて、こんな感じでお客さんに渡して遊んだりもできますね。ちなみに荷台のパネルは両サイドともここまで上がるようになってるんですけど、屋根は綺麗に外れる仕様にはなってないみたいです。なのでこの隙間から人を入れて遊ぶことになりそうです。もちろん運転席の方は屋根がこんな風に簡単に外れるようになってるので、さっきの人を乗せてまた閉じることができます。このセットのパーツは249個です。ピザやオーブンなどリアルなものが多いので、楽しみながら組み立てられると思います。以上、レゴシティのピザショップトラック60150を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面を縦にして赤いボタンを押してください。パソコンの方はこの青いボタンをクリックしてください。説明欄の星マークのところから他の動画見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。